デビルマンとかキャシャーンとか、あの影のある男が好きなので、アニメもすごくそうで、そういうのをいっぱい聞いてました。アニメ業界で活躍するプロの仕事ぶりに密着、一流のこだわりを観察する超アニメ天国音楽堂。今夜のゲストは先週に引き続きアニソン界の歌姫奥井雅美。もろすごくその小室さんみたいな感じの曲っていうか、ああいうのを聞いて、あ、こういうのを作りたいなと思ってなんか作ってみたんですけど、でも今聞いても案外良かったりします。彼女の可能性にもう本当に信じているので、もうどんなことでもやりたいことは全てやれと思います。奥井雅美の目線の先は常に新しいことに向けられている。日本から世界のステージへ。次は何をすればいいんだろうっていうことはものすごく考えてると思います。転職なんじゃないですかね。頭の中でさまざまな思いが交差する。次はどこへ行こうか。まだ誰も踏み込んだことのないエリアへ。アニソン界をリードする歌姫奥井雅美。今夜は彼女が思い描く未来へと迫ります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。奥井雅美は音楽を追求する旅を続けている。日本から中国、台湾、アメリカ、ブラジル、世界中で彼女は歌い続けている。プライベートを含め世界中を飛び回っている彼女に旅は何を与えてくれているのだろうか。早速なんですが、すごいこれ何ですか。とりあえずお持ちいただきましたね。とりあえずここへ、はい、まずタオルから。これね、ちょっと、はい、これライブの必需品。ライブグッズ。そう、必需品、必需品です。茶色だ。すごくね、綺麗な作りがね。じゃじゃん、これオリボー2007年。うんうん、これだけなんかちょっとテイスト違くないですか。だってあのってさ、はい、これはカウントダウンライブだから意味わかんない。はい、ね、そも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 なんでこれタオルいっぱいあるんですか。タオルはタオル曲があるんです。タオルを振る曲、はい、何の曲ですか。うちは今メインでやってるのはシャッフルって曲なんですけど、なんか 3,4 曲あるんですよね、うんうん、探せば。どうやって振るんですか。これはですね、こうやってですね、こうやって振ったり、ちょっと振り付けがあるんです。まあ本当は長くしたいけど、横の人とかにガーンとかなんじゃん、だからこうやってあんまタオルガーンってやりますよね。はい、矢沢さんのコンサートに何回か行ったことがあったんですけど、まあ、矢沢さんのとこはでっかいタオルを振ったりするんですけど、なんかそれとちょっと近いもの、近い興奮を感じまして、いやこんなに揃うもんなんだ、まあ、今の方が多分揃うのはすごい揃いますけど、あのすごい感動しましたね。奥井雅美のライブで欠かせない恒例の儀式、それがタオル譜。奥井が始めてから多くのアニソンシンガーのライブで見られる光景になった。はい、というわけでタオルもちょっと置いといて、はい、うん、タオルもすごい気になるんだけど、これ何、大きいトランクがまずあってこれは、はい、あなんか海外に行く時の、はい、なんかあのものを必ず持っていくものを持ってきてくださいって言われた気分なの。持ってきてくださったんですね、はい、ありがとうございます。結構興味深い、うん、持っていくのはあのボロボロになりました。これはあの英会話、英語は一応どこでもあるので、やっぱり英語っていうのはどの国でも大体使えます。
うん、でもフランスとかやっぱヨーロッパはちょっとあれでしたけど、うん、他のアジアの人もみんなペラペラだし、この間言ったプライベートのインドでも英語はみんな使ってましたね。インドで英語し大丈夫なんですか、うんうん、ブラジルもそうでしょ、英語使ってるし使えてるし、うんうん、でこの、あのこれとこれはシートパックです。あ、私も好きです。通称は目フラシ。どういうこと？顔に貼る。これは顔のメイクの前に必ず貼るんですけど、うん、はい、海外行く時はとりあえずその、うん、まあ、日付変更線を越える時とか長いこと乗る時とかは、うん、すっぴんで行って降りる前にこれを飛行機の中で貼って、うん、でちょっと化粧してから降りたりしてます、うん、でこう仕事で行くと降りたところに、うん、あのようこそいらっしゃいみたいな、みんなファンの方が待ってくれて言ったりするんで、ジャムだからすごいから、だから、うん、そういう風にしてます。これね、なんかハンゴーみたい、これ僕ね、なんかヤバい合宿みたい。前あのブラジル行った時に借りたんですけど、これお湯を沸かすんです。こうやってこうやって乗せるんですけど、うん、お湯をもらうのもいちいち、あの日本みたいとかみたいな、ね、ポットがない国もあるので、うん、マニアックな国、メキシコとか行く時はこういうの持って行って、うん、コーヒーを飲むのにこれを持っていくんですけど、うん、そう、海外のお客さんどうですか？暑いっすよね。暑いね、海外暑い、ね、うん、日本とだいぶ違いますよね。うん、でも日本似てるよ、ノリは似てる。似てる似てる、みんな同じだと思います。マジで本当にアニソンとかで世界をつなぐことができると思うぐらいなんだよね、うん、そうそう、割と、まだやったことないから分かんないけど、皆さんそうおっしゃいますね、うん、本当にそう思う。日本語で喋ってくださいって言うし、向こうの人は日本語で歌ってくれって言うし、そうで、まあちょっと向こうの現地の言葉のものももちろん練習していて歌うんですけど、そういう時っていうのは、まあそういう交流をするっていうのはすごくいいなと思いますね。2006年、奥井正美はライブを行うため上海の地に降り立つ。空港で早くも熱烈な歓迎。ライブ会場前にはずらり並んだファンの姿。奥井の歌声を今や遅しと待ち望んでいる。他因为这个上海动漫的这个群体比较庞大，这是一。然后另外说奥井亚美不是和林原私交，情况甚好嘛。那么作为声优界女王的好朋友的话，人气肯定是水涨船高呀。但说是就是听上去非常元气，然后就是动感非常足，这样想法不会很，可能就心情不好的时候听会很开心的吧。並んでる人見ましたけど、あの中国の映画見てるみたいでした。なんかあの面白かったですけど、やっぱりあのエキサイティングな国でございます。日本も頑張んなきゃ。とりあえず今日は頑張りますけど。間もなくライブがスタート。熱烈に歓迎してくれた現地ファンへの感謝を胸に秘め、いざステージへ。1曲目から会場の温度が上昇していく。ここ上海では日本のアニメが数多く放送されている。中でも奥井が主題歌を歌う少女革命ウテナ、秋葉原電脳組などのアニメにも人気が集まっているようだ。暑さが増していく上海ライブ。ちなみにこの日の奥井のライブが2006年、このライブ会場での最多観客動員数を記録したそうだ。あのこうやってあのね、まめにこうくれればですね、みんなもっともっとあの楽しんライブとかもね楽しんでくれる感じになるんじゃないかなと思っておりますが、あ、まあ、文化いろいろ違うんですけども、あのそこら辺をですね、まあ、若い世代の人たちでね、どんどんこう壁を取り払って、あの世界が一つになれるような、なんかそういう風な、まあ、役割ができたらなと、まあ、せっかくアニメを歌っておりますんで、これからも精進してですね、いい、作品に巡り合っていい曲を作って歌っていきたいなと思います。
なんとあれですよ、海外に行って、わざわざ海外に行って詩を書いたり、曲を作るために海外へ行く時もあるんですか。この間行きましたね。この間アルバムの作詞をするのに、うん、ちょっと夏っぽい曲だったので、うん、こたつっていうか、あの床暖房の上ではちょっと無理だなっていうテンションで、ね、2泊3日でグアムに行って、雨でしたけど、雨でした、雨だったんです、見事に雨でしたけども、はい、でもすごくない、ちょっと夏っぽい曲書きたいっつって、やっぱ冬の、冬じゃちょっとね、冬の日本じゃ書けないからってグアム行っちゃう。かっこいい、かっこいい、面白いじゃん、なんかね。いや、それ面白いですよ、なかなか。一人でですか、へ、うん、はい、すごい、すごいでしょ、すごいかっこいいです、ね、ですか、なんか。さて、奥井さんはですね、はい、まあ、ご自身ももちろん、うん、曲を作って歌ってらっしゃいますけども、うん、他の、まあ、新人さんをこうプロデュースされたり、うん、曲提供されたり と幅広く音楽演奏されてらっしゃいますが、うん、はいはいはい、はい、どっちが楽しいですか、アーティストに曲を提供するの、自分方の。あら、それはね、どっちも楽しいね。大体こう作る時も本気で作っちゃうから、うん、案外いいのができちゃうのね。で、できて、これ大見ちゃんに作ったけど、うわいい曲、自分も歌いたいと思って後からカバーしたりするだから両方、うん、まあ、自分も歌いたい、で自分も歌いたいような曲をやっぱり作りたいし、歌詞もそうですね。大見智恵ラジオ番組奥井雅美オーライブで行われたオーディションに勝ち抜き、2005年7月歌方で歌手デビュー。奥井雅美が初めてプロデュースした女性アーティストである。なんかプロデュースすることの難しさみたいなのあります、うん、自分が歌う以外の人の、うん、いやありますね。だからプロデュースって例えばその大見ちゃんのことで思ったけど、うん、やっぱりもう一その片手間でやっぱりやるもんじゃないと思うんですよ。あ、まあそうですね、やっぱり全部もう自分が本当に歌うとかを全面的にやめてっていうか、うん、こう表舞台から去ってから本当はやらないといけないぐらい、まあ、それが責任あるものだなっていうことは最近思うから、うん、だから、まあ、私はまだやっぱりその歌も歌いたいから、うん、まあ、プロデュースをしてるというよりは楽曲を書いたりとか、うん、まあ、おみちゃんに関してはですよね、うん、でも私は一番伝えたいのはそのなんかこうやって仕事をやっていく時の心構えとか、自分がまあ転んで痛かったことをちゃんと教えてあげたりとか、なんかそういうことがあった時はこうやった方がいいよっていうような、そういう一面の方をすごく伝えたいと思ってます。別になんかこんな服着てああってっていうのは案外こう自分でやればいいじゃんと思うっていうか、そういうことよりも心構えみたいなものをすごく伝えたいって、それは後輩の人みんなに思うっていう。これね、僕もいろいろ、まあ、知り合いというか、まあ、大見ちゃんもそうですけど、その周りの人たちというか、まあ、友達っていうのはなんていうの、仕事仲間というか、うん、女性の方、シンガーの方いろいろいらっしゃるじゃないですか。みんなもう口を揃えてる、もうね、うん、だからその人生の軌道修正的な言葉をね、いろいろアドバイスをしてくれるってことですよね。奥井さんが、うん、みんなね口を揃えて、もう本当にためになる、分かんない、うん、かな、すごいですよ、うん。夢に向かってひたすら走ってきた、つまずき転んで痛い思いも随分した、立ち上がってまた歩き出すと自分を慕ってくれる仲間たちがいた。これからもつまずいた仲間たちには手を差し出していきたい。